ビクトル・デ・サバタは、イタリアの指揮者、作曲家。サバタは、ミラノスカラザの合唱指揮者で、カトリックの父とユダヤ人の母の息子として、当時は、オーストリア・ハンガリー帝国領だったトリエステに生まれた。1902年から1910年までミラノの、ベルディ音楽院で作曲を学び、卒業後作曲活動に入った、サバタの作品は、セラフィニやトスカニーニによって取り上げられ、 ドイツでは、リヒャルト・シュトラウスが、サバタの作品を、指揮。1917年にはサバタが作曲した、歌劇、岩石がスカラザの舞台にかかり、大成功を収めている。1918年、サバタは、モンテカルロ歌劇場の指揮者として指揮者デビュー。1921年には、ローマ聖地ェチイリア音楽院還元楽団を指揮して、還元楽の世界にも足を踏み入れている。 1925年、ラベルの歌劇、子供と魔法の世界初演を成功に導き、初演の翌日サバタは作曲者からの賞賛の手紙を受け取ったという。また、同年には、プッチーニの歌劇、ツバメのフランス初演を行った。1929年、サバタは、プッチーニの歌劇、西部の娘でスカラザにデビューを果たす。その同じ年には、 アメリカのシンシナティ交響楽団にも客演している。スカラザデビューの翌年、サバタはトスカニーニの公認として、スカラザの音楽監督に就任、指揮活動から引退する1953年に、至るまでこのポストに泊まり続けることになる。音楽監督に就任したその年に、サバタは、スカラザでワーグナーの楽劇、トリスタンとイゾルデの演奏で好評を得て、それ以降、 トリスタンとイゾルデは、サバタの18番のレパートリーとして認知されていく。1930年代、サバタは、スカラザのみに止まることなく、各地に、客演。1936年には、ベルリンフィルハーモニー還元楽団。1939年には、トスカニーニ以来二人目のイタリア人指揮者として、バイロイト音楽祭から招聘を受け、18番の、トリスタンとイゾルデを振った。 第二次世界大戦の後、サバタの活動範囲はさらに広がり、ニューヨークフィルハーモニックやシカゴ交響楽団にも頻繁に客演。1950年のアメリカ客演の時には、サバタのムスソリーニ時代の活動歴がマッカラン法に抵触するとみなされ、一時交流されるというハプニングもあった。1953年8月上旬にサバタは、 ザルツブルク音楽祭のオープニングコンサートを指揮し、8月10から20日にかけて、サバタは戦後しばしば共演していたマリアカラスラとプチーニの歌劇トスカを録音。この録音は各方面からの絶賛に抑止、録音から50年以上が経過した後も、古今のオペラ録音の中で最も優れたものの一つに数えるものが後を絶たない。この録音セッションの終盤に、 体調不良を示し、終了の数日後に、共振症を理由に、ルツェルン音楽祭でのコンサートをキャンセルした。さらに9月後半に重篤な心臓発作に襲われ、翌1953、54年のスカラザのシーズン開幕公演のカタラーニのラワリーにアシスタントのジュリーニを当てる。翌1954年に行われたベルリ、レクイエムのスタジオ録音は、 体調が悪い中で、サバタは生きているのをアピールするために強行された。その後も、式台への復帰が検討されるが、心不全からの回復が見られず完全引退となる。1957年のスカラザでのトスカニーニの追悼式で、聴衆のいないスカラザでベートーベンの英雄公共曲から、早々行進曲を演奏したのが、唯一の公式の演奏となる。 1967年に没した際には、スカラザで同様に、早々更新曲で送られたが、指揮者なしでオーケストラが演奏した。記憶力に優れ、オーケストラのリハーサルにおいても、楽譜を目の前に広げることがなかった。また、フランス語、ドイツ語、英語も操り、非常な読書家であった。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団で、 第2バイオリン出席奏者を務めた夫シュトラッサーは、モーリス・ラベル作曲のボレロを指揮したサイのサバタの姿をダンスと形容している。指揮者のロリン・マゼールは、ピッツバーグ交響楽団のバイオリニストとしてサーバタの指揮に接しており、以下のように改装している。私に本当に影響を与えた指揮者は、ビクトル・デ・サバタです。本当に偉大な音楽家で、 情熱を持って指揮をしました。もっとも作曲家であり、素晴らしいピアニストであったにもかかわらず、分析とは程遠い方でした。しかし、音楽に対する彼の情熱的な愛情は、私に深い感銘を与えました。私は若かったし、こうした印象というのは、若い人間には決定的なものです。おそらく自分の道を徐々に見つけるまで、私は若い指揮者として、 彼を尊敬する、あまり模倣していたと思います。ありがとうございます。